皆様ありがとうございます。こんにちは、ノイロと。ノイロ番組20万人突破しました。こっちは最近本当にもう過去の自分に言ってあげたい。20万人いたよ。だってこんな小さかったよ。本当に小さい。私こんな顔じゃなかったよ。こんな格好なんですけれども、本当にありがとうございます。どんな YouTube 始めて約3年半経ちました。このものは3年、皆様のおかげでここまで続けていますし、ここまで成長しました。本当に皆さんのおかげなんです。ノエのほのぼの兄弟でやってるということでね、本当に見ていただいてる視聴者さん、そしてチャンネル登録していただいてる皆様、本当にありがとうございます。誠にありがとうございます。びっくりです。ノエも実感がないですね。ありがとうございます。20万人を機に YouTube を振り返ってもいいかな。ノエのね、初投稿動画も探してもいいかな。バカじゃないの、あの黒歴史。タツン、これ知ってる人しか分かんない。最後にウルトマの挨拶をしたいと思います。知ってる人しか分かんないから、これはなかったね。タツン、こんなのない、この動画でないよ。じゃあこの人勝手に、この人が勝手にやってるだけだから、この動画じゃないからね。この動画、ノエノン番組のね、突っ込んでみた動画、セカンダリーの方です。セカンダリーですよ。セカンダリーではノエノン突っ込んでますけども、本チャンネルではほぼ突っ込んでる動画ありますよ。最後にグルタモで挨拶をしたんだ。あの服着てたもんね。ノエノンは着なくなってるんでしょ。アリスということで言ってください。なのでこれどこに行くと思う、この格好ご報告があります。重大発表があります。あとね、これまで重大発表というよりかは、このアングル見てわかるよね。あ、こいつらこれだよなって。これほのぼのにとってはノエノンからのご褒美なんですよ。あ、ぶノエノン番組で一緒に出てくれた感じするから、ねえ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 、こいねこいねこいね、ほんとかわいい。今日ねほのぼのでこういう前髪を上げてるからね。でアルメシアンが似合わないの、わかる、似合ってるね、似合ってるね。あなたも似合ってるよ。すごく触覚がかわいいね。触覚が出てます。ツーツーということで、今回なんと1000年ぶりになります、ノエノン番組質問コーナー、質問募集してるの思います。1000年ぶり。皆さんごめんなさいね、あのコメントなんてことよかったんですよね。そろそろ質問募集しないんで、質問コーナーやらないんで、 Twitter、 イルダルとか YouTube ね、これね、ティルトツーとかね、ベルダルでもね、やらないんですかみたいな言ったんですけど、そー、本当にお待たせいたしました。ノエノン番組ですね、質問コーナーあんましないんで、レアなんで、ぜひ書き込んでください。質問コーナーの方、本当にお編集がお大変大変です。そう、お大変なんです。ちょっと募集するんですけれども、いつになるかわからない。そう、そうなの。多分だからもしかしたら次30万人突破の時に、30万人突破したの、20万人の時に申し込んだ質問コーナーに答えてくれたと思います。ともおかしくないんです。だから長くなるってことはちょっと勘弁、長くなってすみませんみたいなあるけど、心もママさんも言ってました。そうだね、もうどんどんずっとパソコンに向けてなるべく質問答えたいなーって思ってるので、じゃんじゃん質問してほしいんですけども、一応ですね、一人一つにしてくれた方がみんないっぱい見れるから、一人一人答えられるかもしれないから、一人一個にしていただけるとものすごくありがたいんです。もしかしたらちょっと動画早くなるかもしれない気持ち。でしかも一人一個の質問、例えば変顔やってくしゃみやってどこに住んでるの、いや、ノエノランドに住んでるから、今質問コーナーじゃないから。どこに住んでるの、兄弟何人、何歳とか、こう兄弟何人、何個も何個もこういっぱいこうバーってこうプロフィール帳みたいな書くのやめてください。一つだけでしょ、何歳のみとか。そう、 TikTok でめっちゃ何歳とかコメントくるんですよ。見分けたら絶対さ、あれだよね、5年生だよ、年上に見られてるとか思ってるかもしれないけど、あとはずっとずっとだから。TikTok は私ね、全然リップ編とか全然してないんですよ。リップじゃなくね、コメントじゃね。コメントを見てるよ、コメントを見てるし、あのチャンネル見てくださいとか言われたらチャンネルを見てるんだけれども、そこの方はですね、すいません、してないんです。そう、すいません、あのオーソドックスな質問が来ないんで言ってきます。ナノンと申します。ほのぼのと申します。じゃあナノンは15歳ですね、中学3年生。ほのぼのは11歳の小学5年生です。マジでアイドル。この質問がほのぼの一番怖いんですけど、ほのぼのですか、ほのぼのですかっていう質問がね、多分絶対多いと思うので。あのですね、ほのぼのっていうお名前なんですよ。ほのぼのって名前なんですよ。だけれども、 Twitter とか TikTok ってもほのぼのっていうほのぼのの方でこうほのぼのしてるみたいな方でこう名前も使われてるのがすごい多いから、あえて名前だけほのぼのにしてるんですよ。違うんです、大元の名前が変えられなかったので
のぼのでやっております。なので本当はほのぼのほのぼのです。この子だからたまごあなとしたほのぼのです。なんか質問中でほのぼのから定番質問もらうとこ。身長は152センチ。オッケー。体重は39キロ。わかんない、37キロぐらいかな。じゃあほのぼのにも重いって言ったよ私はね、重いんだよ。小学生成長してっかね。ほのぼのにも同じ質問して。身長は137センチ。それ以上あれば OK。 とんがってる靴はやめてね。スニーカー履いてね。落としよう。とんがってる靴とスニーカーどっちが好きですか？スニーカー。スニーカーですか？体重は何百キロですか？何百キロ？2300キロ。あ、ちゃ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 、超重いなこいつ。違う、2トンぐらいあるよ。23キロ。23。23キロあった。嘘、26キロ。でってれんてんてんてれれんてん。3キロ盛りました。26キロ。26キロ。チン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 。ということで、こちらの動画のコメント欄で質問します。質問募集します。質問してません。期間は一応、期間はこの動画がてちゃんと言ってください重要ですよ。この動画が上がってから1週間後、はい、7日ですね。そう、7日間募集します。7日間でこう締め切ってデータこっちで取っとこうと思ってるんですけども、それから作業に入りますので、まあ、質問コーナー回答編が上がるのは年末年始2ヶ月ぐらいあるよね。違うの、編集がとても大変なの。一つ一つスクリーンショットしていくんだから、こうバン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 って。多分ね、あのタイムラインやばいと思う。最近この人編集始めてからさ、タイムラインやばいとか言ってきて、毎日だからね、あのままでトゥルルルルルってなったんだから。誰か知ってる、知ってる。ということで20万人突破の質問募集してみたかったんですけれども、もう一つですね、20万人突破したということで、見てくださいこの格好ノイノをずっと決めてまして、20万人いったら自分へのご褒美を兼ねつつ、ノイノ番組で人気なノイノ番組好評のディズニーランドに行ってみた。あ、T に行ってみたってことは思ってるよ。これもいつ動画上がるか分かんないからね。これも分かんないね。ここ告知だよ。そしてなんと今これ衝撃受けましたよ皆さん。なんとロアたちまだ20万人いってないですこの動画撮ってる時。ほら19万人ですね。そろそろ行くかなと思ってちょっと取りだめしてるよね。もうその日にあげたいから、もう20万人いったら、うん、動画を上げたい。だから皆さんは、あ、今日編集して今日頑張ったんだとか思ったかもしれないけど、ごめんね、20万人いってないんだまだね。あのディズニーもですね、当たり前なんですけどまだ行ってないんですよ。なので、ね、ディズニー動画もまだね決まってないんですよ、上げる日は。とりあえずディズニーシー行って、その動画編集してあげてから、まあ、質問コーナーの方の動画をね、回答編をねやろうかなと思ってるよ。すごく今ディズニーでやりたいのがあって、なのは今回行くのは写真だけ撮りに行きたいなと思って、乗り物も乗れるんだけれども、まあ、この子のですね服いっぱい買ったんで、この子と一緒にこう花道で写真いっぱい撮ってこようかなと思って。めっちゃ言ってたね。行く新しい動画のスタイル考えてるんで、それぐらいのようなのをやってみたいなと思って、この子の方はパピコをカメラマンにつけていただき、前回もそうだったんですけれども、ディズニーはしゃいでいる動画はほのぼのメインなんで、ないのつまんないからさ。詰まります、めっちゃ詰まってます。アビセラバンテルテルアビセルテ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 ル。ノイノの動画は多分ね、今まで見たことないような動画だったと思います。え、何それ。写真、はい、ほのぼのも TikTok ショーでやって、つって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 つ。そしておめでとうございます。ありがとうございます。これからもノイノン番組、皆さんに見ていただける面白い動画をね作っていきますので、毎日楽しみにしてください。もしかしてですけど、はい、もうまだチャンネル登録されてない方いらっしゃいますか？マジですか、この番組この流れで。あの、もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日撮ろうと思ったんですけど、動画なんかはちょっと撮らないんですけども、次回はディズニーに持っていくものを紹介していけると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。ということで、チャンネル登録者数20万人、本当にありがとうございます。
これからもノーの方も見ててください。それでは今日バイバイバイちゃん。あなたもスクイーズ。